さあ皆さんこんにちは。ラジオ英会話ハートでつかめ、英語の極意講師の大西ひろです。ハートでつかんでる秋のローザです。こんにちは。皆さんこんにちは、クリス・マクベイです。おとなしいね今日さあ12月号の今月のターゲットはですね、名詞の取り扱いというのもあるわけなんですね。その日本人はですね、その名詞の取り扱いが英語よりもそれほど繊細ではないわけです。英語はですね、まず物を述べるとき、それが数えられるのか数えられないのかという区別をする。そして数えられる場合にはそれが単数なのか複数なのか、実に繊細に区別をしていくわけです。でも日本語にはそういう区別はありませんよね。リンゴの複数形だからリンゴズーって言わなきゃいけない、そのことは日本語にはないわけです。ここをしっかりと今月は押さえていく、そういう作業になってきます。 Hey, what's happening here? Look, Rosa says I put too much apple in the salad. さあ皆さん、ここで問題です。さあ、Rosa says, I put too much apple in the salad. とクリスは言ってくれましたよね。さあ、クリスさんが作ったのはどちらのサラダなんでしょうかという問題です。どっちでしょう、どっちでしょう。さあ、Rosa さんお答えは？それはさあ、先生簡単すぎないですか？もちろん、こちらです。そうですね、こちらが、Too much apple というですね、そのサラダの状態なんですね。ほら、リンゴはもう原型を失って形がなくなっている状態ですよね。だから、many という単語は使えないわけですね。その much という量で言わなきゃいけなくなるわけですね。そしてよく見てください。apple といって複数形にもなってないでしょう。これが数えられない名詞の特徴だというわけです。これが too much apple という状態だということです。じゃあちなみにローザさん。はい。こちらは何と言えばいいんですかね。これはね、本当に困るんだけど、 Too many apples. Chris used too many apples in the salad. I mean, look at this. Delicious, no? It's delicious. さあ、こちらはですね、もうそのままの状態、形のある状態ですから数えられる。だから many があって、そして複数形の s がつくわけですね。そのこの違いをしっかりとマスターする、それが今月の目標となるわけです。さあ、それじゃあこれもったいないから食べましょうかね。 Let's eat. はい。え、but I know what we need. Yeah, I have just the thing. リンゴの複数形でリンゴ酢。もうやめてほしい。さあ、というわけで今月も皆さん僕たちと一緒に頑張っていきましょう。バイバイ。バイバイ。